今日は今回はですね、必ず使えるダブルタッチ講座、今回こちらやっていこうと思います。もうダブルタッチってもうめちゃめちゃドリブルにおいてもう心臓と言ってもいいほど大事な技になります。でもうほんとね、もうダブルタッチがもうシザースとかなんかもよくわかんないもん、そこら辺の技、ダブタキャンセルとかそういった技はもう知りません。もうまずはダブルタッチを覚えていきましょうということで、今回はダブルタッチの使い方をいくつかご紹介いたしますので、よければご覧いただければと思いますと。手順なんですけど、いつも通り一つ目が練習場での解説ですね。でその後まあ試合形式という形でまあコンピューターとのこうマッチでの使い方ある程度ご説明できればと思います。で最後に実践形式ということで、切り抜きにはなるんですけどダブルタッチの使い方集紹介していければと思いますので、皆様聞いていただければ嬉しいですということで、高評価ね、皆さんね、この時点でお願いします。もう最近ね、高評価コメントが少なくてね、とてもとても寂しくてね、もううさぎさんなのでね、寂しくて死んでしまいますと。じゃあ早速ですが、練習場へレッツラゴー。はい、では早速なんですが、ダブルタッチのまず使い方、やり方についてご紹介します。まずダブルタッチというのは、右側のダッシュボタンか、まあこの 俺と同じ動作の人は、右側タップ、そしたらすぐに方向したい方向に、フリックと、方向したい方向、おかしいなまあ行きたい方向ですね、まあ、左の方向キーを行きたい方向に向かってフリック、そうするとダブルタッチが発動します。まあイメージとしては、右のタップ、右側のダッシュか、まあ普通のボタンをタップしたら、その直後にすぐにポン、まあ、ポンポンって形ですね。ポンポン、ポンポンっていうリズム。ポンポン大事だからみんな。そういう形で、ポンポン、ポンポンってやるとやっていきます。で、今やってるのが、こちら、斜めのダブルタッチになります。斜めダブルタッチはこういった形で、シュートの角度をつけたりとか、あと相手のね、不意をつけるというところでめちゃめちゃ強いので、ダブルタッチの斜めっていうのは、斜めの方向キーに合わせてフリックをすると、こうやって形でしますね。斜めは本当にこのサイドからの攻撃ですぐにした場合、とても強力な技になるので、ぜひ皆さんね、斜めのダブルタッチと直進のダブルタッチ両方練習してくださいということで、続いて実際のコンピューターの試合形式でご紹介していこうと思います。はい、続いてダブルタッチを敵とどういうタイミングでやるかっていうところについて紹介しておこうと思います。これはファールじゃないのまあ、イメージとしては、まあ、相手と対面してまず自分からダブルタッチを仕掛けに行くんではなく、相手にまず守備を来させて、で近くに来た時にダブルタッチをするということで、である程度こうね、感覚的なところにはなるんですけども、こういった形で近くに来た時にすぐにダブルタッチをするということで、相手が寄ってきて、もう本当に何て言うんですかね、もう感覚的にすごい難しい。本当にこればっかりは、何回もやれば、1時間ぐらい多分ダブルタッチの練習、対面ですれば、必ず感覚つかめるので、こればかりは本当に、なんて言うんですかね、こう、もうやりながら、覚えていくのが一番だと思います。まあ、言葉で言うと、まあ、なんて言うんですかね、こう、まあ、本当に3ミリ。3ミリの間合いで、ダブルタッチをする。そうすると、かわせるかなと思います。で次は斜めのダブルタッチの使い方なんですけど、こう斜めに向かってる時に中に切り込む形でダブルタッチをすると、まあそうですね、こうシュートコースをつけたりとか、これはちょっと違うね、できない斜めにこう、そうですね、こういった形、今のパターンでシュートまで持っていったりとか、相手の不意をついたりできるので、ぜひ皆さん使ってみてくれればいいかと思いますということで、で最後にちょっと説明したいことがあって、最後がですね、出し抜くダブルタッチ、相手に後ろからプレスをかけられたりとか、体を寄せられてる時に、ダブルタッチ、これすごく強いです。これで相手の距離を、突破させるという形で、今ちょっとやってるんだけど、ちょっとこればっかりもう本当にプレイ中で、やり方を説明するので、そこで詳しく、みんなに見せれればと思いますと。イメージ的には相手の、前に出てて、なおかつ相手に体を寄せられてる時にダブルタッチをすると、相手の体を引き剥がすことができるっていうイメージですね。もうこればっかり、これを覚えていただければ、もうすごくわかりやすい。相手に後ろから寄られてる時、相手にくっつかれてる時、または相手をかわせそう、並列している時などに、ダブルタッチをすると、出し抜くことができるので、これぜひ皆さん覚えてください。まあ、詳しくはプレッシュで、テロップで案内するので、見てください。ということで、最後にね、プレイ集という形でダブルタッチをどのように使えば、抜けたりとか、どういう使い方が有効的なのか、これをね、皆さんに見ていただいて、覚えていただければいいかなと思いますので、動画へどうぞ。
げるもなぎ